もも裏、膝裏は比較的硬い方が多く、硬いとむくみや姿勢が悪くなってしまうことも。今回は硬くなりやすいもも裏、膝裏を伸ばし、むくみや姿勢改善につながる、下半身がすっきりする椅子を使った簡単なサルオのポーズを紹介します。それでは簡単なサルオのポーズを行っていきましょう。椅子に浅く腰をかけていきます。そこから右の足を前に伸ばしていきましょう。つま先を天井に向けて、かかとを奥に突き出していきます。左足はそのままで結構です。そのままゆっくりと吸う息で背筋を伸ばして、吐く息で上体を前に倒していきますが、その時背中は丸くならないように注意していきましょう。まっすぐのままです。ふくらはぎ、膝裏、もも裏、しっかりと伸びていきます。余裕があれば左足を後ろに引いて、もう少し前の方に倒してみましょう。そのまま1分ほどキープしていきます。キープしたら吸う息で起き上がって、反対側も行っていきましょう。